皆さんこんにちは、あいです。私がお家の整理をしていたんですけど、 Oh my god、 こんだけ大量のリップたちが出てきたんですよ。せっかくこんだけいっぱいあったから、ちょっといろいろ紹介していこうかなと思って、私が選ぶオレンジリップのレジェンドたちを紹介していきたいと思います。で、今日はオレンジメイクしてるので、今日はオレンジのリップの中でも私が一番気に入っているリップたちを紹介していきたいと思います。一つ目、今もう実際に塗っているんですけど、結構明るめの、見えるかな、コーラルオレンジで、ちょっとピンクも入ってるのかな。だからなんかちょっとこういう白い服だったりとか、可愛い系のお洋服に合わせる時にはこれをすごく使っていました。こちらです。もう見えるかな、キャップがもう割れてるっていう。これは本当に昔から使っていて、何個も何個もリピートしてるんですけど、これは私はすごくおすすめです。ペンシルになってるんだけど、これもまた楽なんだよね。あと匂いもなんかフルーティーな香りがするんですよね。色がすごく可愛くて、今日の服にも合ってるかなと思い、これをおすすめします。はい、そして続いてがこのリップです。これが前回私が動画でメイクを受けに行ったジョンセムールのブランドになっているんですけど、カロスキルに店舗があって、そこで購入しました。ダマスクローズ、こんな感じ。ちょっとここら辺汚いけど、こんな感じです。で、これは液体ティントになっていて、で、結構オレンジ目が強いティントですね。本当に落ちないんですよ。ご飯とか食べたりとかしても結構サラサラなのに、あんまり落ちないっていうのが私はすごい気に入ってますね。発色がいいので、ちょっと赤オレンジっていうのかな、赤オレンジっぽいので、リップだけ塗ったりとか、チークせずにリップだけ塗ったりとかする時も私はこれを使っています。で、あと結構赤っぽいから、そのすっぴんの時とかにもこれ塗ると、なんかこうパッと顔の血色もよく見えるし、これは結構万能です。これおすすめ2つ目となっておりました。ということで、おすすめ3つ目紹介していきたいと思います。はい、おすすめ3つ目です。で、さっきティント塗ったからちょっとだけ色がついてるんですが、この上から塗っていきたいと思います。3つ目、このティントとなっております。見えるかな、オリーブヤングで買ったんですけど、マットのティントになってます。後で塗っていく。サラサラ、こんな感じです。ちょっとマットっぽいに見えるかな。これが私が結構最近買ったんですけど、セールになっていて400円ぐらいだったかな。400円の割にはすっごいいい働きをしてくれて、結構マットなんですけど、つけた感じは結構サラサラなんですよね。で、これはヴィンテージコーラルっていうことで、ちょっと深みがあるオレンジっていうのかな、ちょっとシックな感じ、大人っぽい雰囲気も出せるような感じになってるので、すごくお気に入りです。さっきと全然違うね。で、そしたら最後に紹介していくリップを塗っていきたいと思います。でもやっぱティントだからさ、取れんのよな。最後におすすめするリップが、これは日本のものなんですけど、このリップとなっております。だからこれを塗っていきたいと思います。こんな感じです。これも結構ツヤっぽい感じのリップで、で、これはなんかあんまりこう色がそこまで強くないオレンジですね。そんなにこう色が主張しないコーラルオレンジのリップです。
これはでもとにかくさっきのこのリップもそうだったけど、やっぱこのクレヨンタイプって塗るのがすごく楽なんだよね。指もよ汚れずに済むし、ちょちょちょって塗りたい時にこれを使っています。でこれもさっきの一番最初のやつに似てティントじゃないので色持ちはそこまで良くないんですが、こうツヤっぽくなったりとかするので、ナチュラルなオレンジメイクにしたい時はこのリップを塗るようにしています。まあてな感じで、出てきたリップの中で紹介したいなと思ったのが4つのリップとなっておりました。皆さんもぜひオレンジメイクするときこのリップに合わせて参考にしてくれると嬉しいです。ということで皆さん最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。じゃねー。